押し入れの右下。5年前、祖母の家で起こったこと。祖母は少々偏屈で、父がいくらうちで一緒に暮らそうと言っても聞かなかった。それも理由があってのことだったらしいと、後からわかったのだが、その祖母なのだが、物が捨てられない太ちで、家には物があふれ、 収納できるところにはそれらが詰め込まれていた。ただ一箇所を覗いて。難度にある押し入れの右下には絶対物を詰めないのだ。理由を聞いても教えてくれなかった。そんな祖母が5年前の夏、突然倒れてそのまま亡くなった。 私たち家族とおば夫婦で葬儀のため家を片付けていたとき、おばが霊の押し入れの右下に物を詰めてしまった。その日の夜、私たち家族だけが祖母の家に泊まった。深夜、弟が部屋を出て行くのを感じた。トイレだろうとまた眠ろうとすると、 弟が駆け寄ってきた。一階の廊下に変なのがいる。変なの虫とか違う。でもどうせこういうのって違う人が見に行くといないんだよ。弟のその言葉で幽霊の類を見たのだと思った。私は弟と一緒に部屋を出て階段に向かった。 弟が無言のまま私の腕を引いた。階段にいたのだ。髪の長い着物を着た者が。階段を這い上がろうとしているらしい。私の足が置いてあった台に当たってしまい、ガタッと音を立てた。階段にいた女が顔を上げ、 長い髪の間から私たちの方を見た。私は弟の手を掴んで廊下に走って戸を閉めた。ねえ、さっきのが廊下にいたの。弟が頷く、私たちは黙り込んでしばらく佇んでいた。廊下を張っている絹ずれの音がする。 音は廊下を何度か往復しやがて消えた私と弟は黙ったまま朝まで眠れなかった5時になってから私たちは1階に降りたそして何度も押し入れの戸が開いているのを見つけたのだ戸の内側には爪で引っかいたような跡が古いのから新しいのまであった やはり、押し入れの右下には、物を詰めてはいけなかったのか。押し入れから物を出したことで、私と弟は叱られたが、その理由を話す気にもなれなかった。押し入れの上部には、古いお札が貼ってあった。式に来てくれた祖母の幼少期からの友人に、 それとなく聞いてみると、教えてくれた。祖母がまだ十代の頃、病弱で伏していた姉が、押し入れで謎の死を遂げたというのだ。なぜ祖母の姉が押し入れに入ったのかはわからない。押し入れの戸を爪で引っかいたのは、発作か何かで苦しかったからなのだろうか。 おそらくは私と弟が見た女が祖母の姉なのだろう。式に来てくれたお坊さんには供養をしてもらった。今祖母の家は近所の子供たちにお化け屋敷と呼ばれているらしい。苦しげなうめき声が聞こえることがあるというのだ。 祖母の家は近くに取り壊されることが決まっている。あの押し入れももちろん壊されるわけなのだが。